ご所管に預かりました岩手大学の西川直博と申します。それでは発表を始めさせていただきます。私の研究は製造、特に機械加工で SDGs 対応を目指す研究開発をしております。SDGs 対応での製造、ものづくりの実現に向けた環境調和型加工技術、特に工作機械、切削、検索等に関わりがあります。 特徴としまして、加工液を水というふうにしまして、ゼロエミッション加工技術を実現しようとしております。これによりまして、廃液や CO2 排出削減ができます、そして生産性向上も図れます、特に本申請研究では、メンテナンスフリー化や性能向上を目指しております。 製造の加工液、油剤と排液、CO2 排出の問題を水で解決しようとする技術です。特に製造現場、工場では切削加工や検査加工がされておりますが、この時にですね、加工液として油剤を含んだ液体が使用されております。このため工場の臭いやそれから汚れ、作業者の健康被害といったことが引き起こされております。 こういった工場環境の悪化危険、汚い、きつい、暗い、臭いといったことが問題になっておりますさらに高コストの廃液処理例えば焼却等がなされておりますこれより大量の CO2 排出があります一方ですね本研究成果を用いた場合ですね水を加工液に使用することでゼロエミッションができます廃液処理コストの削減 CO2 排出削減 コスト削減、洗浄工程削減、トータルコスト削減といったことができ、安全、きれい、楽、無臭で明るい製造現場を実現できると期待,でき期待します。では、どうやってこれを行うかといいますと、水で機械加工を実現する工作機械系である水加工システム、すなわち電気防水加工法システムを開発しました。 電気化学的に錆を防ぐ水加工を行う耐水耐食加工機を開発しております。イオンサイズまでの不純物を除去した水リサイクルを実現する水循環再生システムを示しております。これらによる水加工システムはほぼすべての工作機械に適用可能なプラットフォーム技術です。特許の方も取得しております。 私の思いとしましては生存現場のペイン危険、汚い、きつい、暗い、臭いを改善したいという思いを抱いておりますそして人と環境に優しい水加工システムの実用化普及化を取り組んでおりますそして社会に役立てるためにライセンス製造での商用化のほか起業化もしたいと考えております ブースではです、ね、この水加工技術を解説しておりますのでお気軽にお越しくださいここで工作機械製造業の企業様とコミュニケーションを取りたいと考えております特に工作機械製造業界の企業様へ水加工の共同研究や産学連携についてご相談できたらと思います そして製造現場改善に取り組まれている企業様へ、水加工システムの導入をご相談できたらと思います。そして、工場で水やろ過を利用される企業様へ、この水循環再生システムの利用についてご検討できたらと思います。そして、SDGs 対応をお考えの生産企業様へ、環境対策、特に CO2 削減等についてディスカッションできたらと思います。 この CO2 削減は、目標はです、ね、2030年に CO246% 削減、2050年にカーボンニュートラル、すなわち CO2100% 削減ということがあります。そうしますと、今後、この CO2 排出権取引市場というのはまあ値上がりが期待されます。ここにおいて、加工液の排出削減は逆に言えば排出権になるということが言えます。ここにおいてもビジネスが期待できます以上でで発表をす。 ご清聴ありがとうございました。